美しい朝が来た。子羊の婚宴の時、聖なる方よ、あなたの花嫁が白い衣を着て見舞いに参ります。なんという美しい朝、子羊キリストの婚宴の時、天と地が一つにされる時、あなたの喜びが天に、そして地に、地の下にありますように。アーメン。神の奥義、私は神の力が私に働いて自分に与えられた神の恵みの賜物により福音のしもべとされたのである。私は神の力が私に働いて自分に与えられた神の恵みの賜物により福音のしもべとされたのである。主よ、
すなわち生徒たちのうちで最も小さいものである私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、さらにまた万物の作り主である神の中に世々隠されていた奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。すなわち生徒たちのうちで最も小さいものである私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、さらにまた万物の作り主である神の中に世々隠されていた奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。この主キリストにあって私たちは彼に対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができるのである。この主キリストにあって私たちは彼に対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができるのである。だからあなた方のために私が受けている患難を見て落胆しないでいてもらいたい。
私の患難はあなた方の光栄なのである。だからあなた方のために私が受けている患難を見て落胆しないでいてもらいたい。私の患難はあなた方の光栄なのである。主よ、神の国を表したまえ、今こそ示したまえ。久しぶりに応答か神の奥義を賛美するとき、今のとき神様が私たちに願っていることがここにある、ここにあるという気がしてなりません。私たちを取り巻く環境は日に日に厳しくなっている。特に外側に困難が迫り、下手をすれば戦争になりかねない、そんな危機が迫っている今、しても知らなければならないことがある。それは神様の御旨であります。戦争など起こるはずがないよ、そんなことをしたら世界が壊滅するじゃない、だから隣国だってそんな無茶なことはしないと私たちは言いますし、私もそう信じています。しかしわからないのです。人類の歴史を振り返ってみても、戦争というのはもう本当にちょっとしたきっかけで暴発するような事件が起こると、それに乗じて信じられない、考えられないことが起こってきました。今の状況がまさにそうである。油断はできない。かといって私たちがどのような防衛手段を取りますか。日本の国を壊滅させるほどの力が近隣諸国にあり、軍事大国がその力を発揮したと言ってうずうずしている。国というのはですね、結構幼稚なんですよ。ガキの喧嘩を見ていればわかる。腕力の強いものというのはね、どうしても自分がいかに強いかということを他の子どもたちに示したいんです。軍事力を身につけてくると使いたいんですよ。そして恐ろしいことに、それを行使して日本は痛い目に遭いました。その後遺症を今もって引きずっているではないか。今度は俺たちの番だ。
あの時は痛い目に遭わされたけど、今度は日本をやっつけてしまおう。そしてそのような恐ろしい威力の前に、私たちはどうしていいかわからない。政治家にその力があるとはほとんどの人が信じていない。私も信じていない。しかし危機は着実に迫っている。しかし神にはご計画があるのです。目に見える世界で脅威が迫ってくれば迫るほどに、お前たちは私のハートの中に隠れなさい、お前たちは私の中に隠れなさい、神の隠れ家がある、それが礼拝であります。外から見るならばもうこれほどたやすいものはないじゃないですか。ふっと押したら、押されたら私たちは一気に潰れてしまう。何の武器も持っていない。礼拝は一見最も弱い、頼りのないものであります。しかし神は言う、お前たちに言うが、これほどの力はこの世に、いや宇宙にはない。お前たちは私の礼拝に来なさい。霊と誠をもってキリストを拝せよ。これが秘密である。だから改めて今朝、私は今まで何十回説教したかわからないエペソ書3章空中、これらの聖句は私が若い頃示された聖書の中核である。しかしこれは決して私の想像ではなかった。今こそ私は分かるのです。ここに全ての神の力と知恵がある。危機が迫っている今、風の教会よ、神の民よ、神の釘を知れ、そしてここだけにとどまりなさい。地ではどんな恐ろしい崩壊が起こるか、どんな恐ろしい災難が次に起こるのか、私たちは分からない。しかし政局を判断するよりも、また地震の恐れにおののくよりも、なすべきことはただ一つ、他に何にもない。なすべきことはただ一つ、霊と誠をもってキリストを賛美せよ。エペソ書三章から、すなわち生徒たちのうちで最も小さいものである私は、私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、
さらにまた万物の作り主である神の中に宵を隠されていた奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。これです。ここに鍵がある。ここに全てのものを開く鍵があります。だから心を開け、目を開け、わからないというものよ、祈れ、神様、私の心を開いてください。一番一生かかっても探し尽くせない宝がここにある。パウロは、私は神に選ばれたという。選びというのは何か、この上からの目線で私選ばれたのよというような感じがするかもしれませんが、全くの誤解であります。神に選ばれるというのは、あなたの好みによって選ばれたのではないんです。あなたが一生懸命勉強して東大に入学したから選ばれた、そんなこととは全く違う神の一方的な選びであります。私たちは神に選ばれた。パウロの実感は私たちの信仰であります。いや、そんな恐ろしいことを言われるなら、いや、もっと立派な他に人はいるんじゃないかしら、まあ、それはいるでしょう。もう立派な人といえば、私はいつも思い出します。私が時々、なんで神様はピーターのような人間を選んだんだろうねって言うと、私のことをよく知ってる水子さんが、それは他に人材がいなかったっていうんじゃなくてね、たくさんあったんだろうけどね、神様がこの馬の骨のようなピーターを、本当に言ったんですよ。皆さんはね、美津子さんはそんなこと言うはずがないじゃないかと言うけど、いやいや、結構言うんですこの人は。私は選ばれました。選ばれるということはね、結構大変なんですよ。昨日の新聞だったかな、この隣の神戸にある県庁の職員がね、減給3ヶ月、停職3ヶ月だったかな、受けたって言うんですよ。なぜ受けたかというと、テレビジョンに出たから。テレビジョンに出てから3ヶ月給料がもらえないなんてかわいそうじゃないですか。それはね、彼が神戸の方でどうせこのテレビは放映されないだろうと、三重の小さなテレビ局の番組に出たんですよ。それは県庁にはね、私病気ですと言ってね、東京を出して、そして得意な釣りをしてた。そしてあんまり上手なんでから三重のテレビ局が来てパッチリと彼を映していたんでね、まさかこれがね、神戸の人間なんかに分かるはずがねえやと思ってたら、恐ろしいもんですよね。見る人は見てが早速通報されて、彼はこれから3ヶ月給料がもらえないんだそうです。私は人事ではないなと思いました。これから心します。テレビ局に出るなんていうのはね、大したことじゃないと思うかもしれないけど、選ばれるっていうのはマイナスの面もあるんですよ。知っとってくださいよ。いいことだけじゃない。風の教会に選ばれた。観難をも賜るためであるという。観難なんてもらって、苦労なんかもらって誰が嬉しいですか。嬉しくない。しかし神様は私たちを、あなたを選んでしまったのです。だったらあとはもう腹を決めよう。たとえ3ヶ月停職になっても、私はもういい。私のボロが白日の中で晒されてもいい。私の罪が、あなたの弱さが、もう全員のもとに知られるようになってももう構わない。私はボロボロのままで神様の前に出ます。選ばれた者の覚悟である。
神様はその選ばれた理由を言います。それにはお前たちに秘められた計画があるからである。秘められた計画ってのはこれ新共同訳ですけどね、いい言葉ですね。ヒドゥンミッションがある。これちょっと難しいですけどね、ギリシャ語を書いてみました。この9節の中にある3つのキーワードです。オイコノミア、オイコノミアっていうのがそのこれはですね、管理とか計画、口語訳ではこれを務めと訳しております。一番分かりやすいのは英語のミッションですよ。まさにミッション、オイコノミア。ここから英語のイコノミーも発生してきたんですけれどもね、ミッション、神様のミッションがある。そのミッションとは奥義、ミステリオンとギリシャ語で言います。ミステリオンがある。そしてそれを明らかにする、掲示する。ちょっと難しい、アポクリプトという動詞が使われておりますけどね、これは黙示録の黙示と同じギリシャ語であります。隠されていたものを明らかにする。だから私はマニフェストという英語を与えて、これはね本当はリベレーションのリビールなんですけれども、マニフェストの今日はいいなと思ったのは MMM と 3M がつながるからね、単なる語呂合わせです。ミッション、ミステリー、マニフェスト、この3つのキーワードが神の中にいよいよ隠されていたミステリオンに預かるミッションがどんなものであるかをマニフェスト、明らかにするのであると言うんです。その務めが、ミッションが私たちに、あなたに与えられました。神様のミッションであります。これは私の信仰であります。旧約聖書の時代、神に選ばれたのはイスラエルである。そして終末の今、私は日本の国が選ばれていると確信するようになりました。イスラエルと日本、ノロズニンの神の暗号という本の中にも、ヘブル語の暗号解読で出てくるのは、不思議なことに国の名前が出てくるのは2つだけなんです。イスラエルと日本である。ジャパン、アメリカもイギリスもロシアも中国もどこにも出てこないけど、現れてくるのは不思議なことにイスラエルとジャパン。しかしその本の中に書かれていなくても、私は確信しておりました。終わりの時代に神様が日本の国の舞台を通して世界に語りかける。イスラエルの歴史を見てごらんなさい。小さな国だったんです。イスラエルの国が栄えたのはほんの短いソロモンとダビデの、ダビデとソロモンの時だけでした。あとは近辺諸国から攻められ、そしてついにはバビロニア帝国によって崩壊させられてしまいました。それからまた先民が残り、やがてイスラエルの国は復活しました。昔からよく言われておりますが、世界の歴史を見るならば、神の時計を見たいならば、イスラエルの国を見よということわざがあります。イスラエルの国に対する神の敬臨、そして今、そして今なんですよ。終末の時計を見たいなら日本の国を見よ。さらに、さらにプリサイスに知りたいなら風の教会を見よ。神様が選ばれた実説に、それは今天上にある諸々の支配や権威が
教会を通して神の多種多様な知恵を知るためである。この諸々の支配や権威というのはパウロが好んで用いた新約聖書当時誰でも知っていた言葉なんです。今私たちにはピンとこない、これは霊的な存在を言うんです。諸々の支配、アルケー、権威、エクスーシア。例えば国にはですね、国の支配霊がいると、これは新約聖書時代の常識でありました。恐ろしい敵が背後にいる。また権威、先ほども言いましたけど、例えば軍事力なんかを持ちますと、ものすごく権威を帯びるでしょう。そして怖い、私たちも諸々の支配や権威。しかしこれらの霊的な存在に対して神は教会、エクレシアを通して神の多種多様な知恵を知らしめるというんです。キーワードは神の多種多様な知恵。英語ではマニホールドウィズダムオブガード、もうたくさんというんです。それはまあ神様だからたくさんあるんでしょうね。具体的には賛美だと確信するようになりました。鳩賛美というのは今どのぐらいあるんですかね、まあ、2000は超えたでしょう。膨大な数です。でもうこんなんとてもついていなきゃいけないとあなたたちは思うかもしれないけど、知ってますか、すべてに賛美があるんです。あなたが存在するのはあなたの賛美がある。花にも昆虫にも波にも風にも、もうすべてのものに賛美がある。とてもではないが2000ぐらいの小さな数ではないですよ。2万20万200万2億2兆、どのぐらいあるかわからない。もう神の多種多様な賛美、とてもではないがストイキアはついていけません。おのおのに与えられた賛美というのは、他の言葉で言うならば、その人が神の前で最も美しくされる時であります。あなたの中に神様が備えられている賛美がある。花にも一本一本の花に神様が用意されている賛美がある。その賛美が引き出される時、あなたは最高の幸福を感じます。子羊の群れでは賛美隊の立ち位置で言いますけど、まさにあなたの中にある賛美が引き出される。花の賛美が、カブトムシの賛美が、もう全てのどんな小さなもの、大きなもの、最も美しいものが引き出されるときに、ストイキアは、霊界の諸霊は、支配者は恐れをののく、対抗できないんですよ。あなたが礼拝の中で神様に向かうとき、あなたを通して出る美しい美しい賛美、これに対抗できないんです。だから神は多種多様な知恵、マニホールウィズダムオブガード、それを週末の今、神のエクレシア教会を通して神様が全霊界に知らしめようとしている。そして彼らは知らなければならない。11節、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。ストイキアが、諸霊が、支配や権威が、神の教会を通して流される賛美を
知るに至る。それはもう一つ重大な事実があるからです。私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の計画に沿うものである。神の永遠の計画がある。もとも言語にはこの神のというのはないんです。これは後で口語訳の訳者が勝手に付け加えたんですけど、永遠の目的だけです。ここをね、直訳しましょうか。直訳するとこうなります。私たちの主キリストイエスにあって完成したです。実現された、完成した、永遠の目的なのである。永遠の目的。ただね、面白いんですよ。私も聖書はもう何百回、特にここだけは年には年を入れてもう何百回読んだか分かりませんけどね、この目的という言葉なんです。プロセシスというギリシャ語なんですけどね、プロセシス、これギリシャ語の辞書を引いたら分かります。私このことだけは前から知ってました。二つの全く違った言葉の訳が書いてあるんです。一番最初に書いてあるのは備えのパンと書いてあります。ギリシャ語の辞書、かなり大きな辞書ですね。それもね、見てくださいね。それの最初にはね、備えのパンと書いてあって、そして2、ナンバー2としてね、目的という言葉が書いてあります。でも同じ言葉なんですよ。この備えのパンというのは祭壇などにね、ほらパンを捧げるでしょ。そのことを言うんです、備えのパンである。でもなんで備えのパンが目的と同じ言葉なんだろう。私は前から分からなかった。全く同じ言葉はなんでこの似つかわしくもない二つの意味が与えられているんだろう。でも今分かるのです。まさにこれは生産式の秘密である。永遠のパンなんです。永遠のパン、目的、永遠の目的とその訳した場合は永遠の目的に沿うためであるというふうに訳しますけどね、もしこれを備えのパンと訳すならば、私ならこう訳します。それは永遠のパンに預かるためである。永遠のパンに預かるためである。預かる、動詞ではないんですけども、ギリシャ語はですね、これは型という直訳するならば英語の according to に当たります。何々に従う。だからもっとこれを直訳するならば、永遠のパンによるのである。永遠のパンによる。永遠のパンによるとはどういうことなんですか。生産式の秘密がここにあるのです。生産式は単なるパンの小さなパン切れを口に入れ、ブドウの汁であるジュースを飲む、一月に一回行う教会の儀式だと思ってるかもしれないけど、違う。神の奥義のすべてが現れているのが生産式なのです。あなたは永遠のパンに預かる。そしてあなたが永遠のパンに預かるということは、霊界の支配、権威、それら全てのものが認める。そしてあなたにタッチできない。ここに神の全てのものが集まっているのを、諸霊は、支配は、権威は知っているからです。彼らは知らされる。
キリストイエスにあってすでに完成している、すでに完成しているんです。その永遠のパンに預かる。外側は騒がしくなればなるほど密室に来るがよい。神の前に静かに、そして死の最も聖なる神秘、キリストの体を食べなさい。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。この感謝してこれを裂かれた、この感謝からユカリストというんですけれども、ここからカトリック教会は聖餐式のことをユカリストと呼ぶようになりました。感謝なのです。感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。パンはキリストの体、エクレシアそのものなんです。最も神秘なるキリストの体である。私を記念するためにこのように行いなさい。キリストを記念する。記念とは、記念碑を作って懐かしがる、そんなことは少しも言ってないんです。イエス様が私を記念しなさい、英語の聖書の方がまだ少し近いな、 In remembrance of me、 私を覚えて、 In remembrance of me、 私を覚えよう。イエスを覚えるということはイエス様が目の前に立たれるということであります。この間に距離はない。あなたがイエス様を覚えるなら、イエス・キリスト様があなたの真ん前に立たれる。その神秘を開示するのが聖餐式であります。あなた方のための私の体である。私を覚えてこのように行いなさい。私の記念、私の臨在がある。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念として In remembrance of me、 このように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。聖餐式は十字架を告知するものである。聖餐式の神秘は密室の中であなたがたった一人で行っているかもしれない。また月に一度風の教会の中でこうしてたくさんの人と共に聖餐式の神秘に預かるかもしれないが、これは驚くべきことが行われているのです。贖いが、キリストイエス様の十字架が全地に、いや地だけではない、全天に、いや天と地だけではない、地の下に、全てのところに、全てのものに告知されているのであります。あなたは告知者である。あなたは告知する者として神様から選ばれました。だからあなたを通して天の賛美が天に、地に、地の下に流れていく。死の死を
告げ知らせるのである。十字架を告げ知らせる聖餐式、神の時が来ました。まことに神の時が来た。12時前1分、真夜中の12時前1分、その時が始まりました。あとは秒読みです。キリストイエス様を賛美せよ。ここだけが、ここだけが安全なところである。そしてあなたが主を賛美するならば、キリストイエスの支配が多くの地を癒し覆うでしょう。私たちに託された仕事から、ミッションから逃れようとするな。あなたが呼ばれたのは、あなたが風の教会を選択したからではありません。神が一方的に呼ばれたのです。私にはそんな大きなことなんかどうでもいいんですとあなたは言うかもしれないが、あなたの都合にはよらない。永遠のパンを食べるのは神様の配慮であります。永遠のパンを食する時が来た。コンフィテミニドミノ、
これはキリストの体です。十字架の上で私たちのために死なれたキリスト、あなたの体です。終わりの時、天から来られるあなた、そして地の花嫁を迎えてくださる再臨の主よ、これはキリストの体です。尊い血潮が流された、いかなる罪も病も悲しみも不安も恐れも子羊の血があらい流してくださる、宇宙最高の力なるキリストの血潮、永遠のパンに預かりなさい。婚姻の時が、婚姻の時が来ました。Thank you.
主に呼ばれた者たちよ、天の者たちよ、地の下の者たちよ、永遠のパンに預かりなさい。子羊の流された尊い尊い父よ、作られた者たち、感謝を持って飲みなさい。そして癒されよ、そして許されよ、そして歌え、そして賛美せよ。これはあなたを呼ばれた神の永遠の目的に沿うものである。美しい朝、子羊イエス・キリスト様の婚宴の時、
感謝の時なのです。私たちの本当に深い深い感謝、神様が呼んでくださってよかったですよね。心からの感謝を主に申し上げとうございます。グラチアス。グラチアスドミネデウス、死なる神に感謝、感謝、そして感謝。天に増します父よ、あなたが呼んでくださり、呼ばれた者たちにあなたの命を、平安を、光を注いでくださる、惜しげもなくあなたの御旨の天になるごとく地にもなりますように。パテルノステル。Thank you.
永遠のパンに預かるものだし、地を制せよ、永遠のパンに預かるものたちよ、地を癒せ。これは父なる神御子イエスキリスト御霊の願い、なんちらに託されたミッション。